コロナのために集中治療室で治療を受けられ、回復してから患者さんがテレビで話しておられました。意識が正常に戻った人、その患者さんの。小学校の頃からずっとなりたくって、人の役に立ちたいので、感染者が増えてる中でもそうやって働ける看護師になりたいなって思います。このままずっとコロナ続いたらっていう不安も正直ありますけど、やっぱり人助けっていう目標があるんで、そこに向かって頑張っていきたいなと思ってます。実感湧いてきました。どんどん今この時点では絶対間違ってないなって思うので、自分を信じて頑張ります。テレビつけたら今日のコロナの感染者は何人でみたいな暗いニュースばっかりで、なんかすごい命に敏感になったというか、最近出た新色のケイトのやつなんですけど、これめっちゃ可愛くて、もうでなんかピンクメイクって腫れぼったく見えるんですよ。自然なピンクなんで全然腫れぼったくならないし可愛いんです。だから冬のデートメイクみたいな何もしないまま時間だけが過ぎていって、でしてることにすごいイライラしたし、なんか絶対自分にできることあるはずって思ってたので、厳しさも知ってるだけに大丈夫とかってちょっとやっぱり思わないわけではないね。看護師っていつまでもこうやってこう人から影響を受けれる仕事やから最高やな。大変なところはあるし怖いけどね、なんかでもいい仕事やと思うよっていうのは言ってます。緊張する。これって受かってるってことですよね。できなかったです。まさか医療従事者とは。コロナがなかったら多分大学通い続けてたと思うし、自分がもしその現場で働くとしたら家族に絶対会えなくなるしって思ったらすごい怖かったんですけど、なんかそうしてまでこう人を助けたことって絶対そのコロナが終わってからなんか自分の中で誇りになるかなと思って、なんか生きがいというか自慢できるところになるんかなと思ったら、なんか挑戦してみたいなってすごい思いました。